この成田監督の采配がこの大事な同点の場面で、大きな1点がかかるこの場面でしっかりとその作戦を遂行できるか。鎮西やや崩されました。ここは池松に頼るしかありません。さあレシーブに入った森岡誠央、18番決めてきた。18番で来るということも分かっていた鎮西ですけれども、はい、その上を行きました。向井選手ちょっと中盤なかなか決まらなくて苦しんだんですけどね、はい、よく打ちましたね。ここでしかし村中がコートには帰ってきました。今度は前に出たのは森岡誠央。本高選手も使えるようなパスが返るといいんですけどね。まずはこのサーブレシーブです。さあ帰りました。大高が走ってくる。大高が決めました。見逃せばアウトかというような際どいところでしたけれども、思わず手が出てしまうようなスパイクですよね。ギリギリのところに打ちましたね。いや1年生と思えない。1年生が厳しい環境に立たされたチームを救いました。しかし同点です。ワンタッチにかける。さあ誰を使う。やはり大高。いやいや体勢が崩れた。わーわーわー、投げた。古谷のナイスレシーブ、これは返します。いやー抜いていきました。17番奥山。奥山選手も勝負強いですね。先にマッチポイントは森岡誠央。ここで決めきれるか誠央。同点に追いつくか。キャプテンの池松。素晴らしい。やはりセッター岩尾は3年間引っ張ってきたこの池松に大事なところを預けました。そして鎮西は5番の村中が前衛に上がってきました、はい、デュースに持ち込んだ鎮西。そして鎮西は強いローテーションです。奥山が受ける。そして自分で打っていきます。しっかりとコースに入って、そして村中が待っている。鎮西が逆転。今度は鎮西がマッチポイント。春高での勝利は昨日初めて、そして今日勝てばもちろん初めてのベスト8。マッチポイント鎮西、再び同点に追いつけるか。森岡誠央、キャプテン池松のサーブです。サーブレシーブをまずはしっかり返したい森岡誠央です。奥山を狙う。バックトスから及川エース。さあ鎮西の攻撃、もちろん村中だ。いやここは一つしのぎます。及川よくつなぎました。さあもちろん鎮西は村中できます。村中が決めた。最後はエース村中が決め切りました。26対24。3度目のこの春高全国の舞台で昨日の初勝利に続き2勝目。セットカウント2対1、森岡誠央を破って夏のインターハイと同じ、まずはベスト8進出です。